5月26日高崎市城南野球場で NPB 交流戦毎日朝ごはんゲームトヨタカローラ高崎プレゼンツ読売ジャイアンツ三軍戦が開催されました。ジャイアンツとの NPB 交流戦では選手はこの連戦限定のユニフォームを着て試合に臨み、同じデザインの T シャツが限定販売され買い求めるファンの方も見られました。また試合前にはトヨタカローラ高崎プレゼンツ始球式チャレンジで当選されたファンの方による始球式も行われました。試合は初回、先発水尾がジャイアンツ先頭バッター加藤に2球目をセンターへ運ばれると、3番笹原に先制のタイムリーヒットを浴び0対1とされます。ペガサスはその裏、先発川崎の立ち上がり不安定なところをつき、国広がフォアボールで出塁、大貫の進塁打、相手バッテリーのミスでチャンスを広げると、ワンアウト1、3塁のチャンスで4番新山、センターへのタイムリーヒットで1対1、試合を振り出しに戻します。しかしペガサスは先発水曜、リリーフの園がジャイアンツ打線につかまり、4回から7回まで毎回1点を重ねられ、1対5と突き放されます。8回裏、ペガサスはこの回先頭の新山がセンターへのヒットで出塁すると、続く伏せ、茂木翔太が連続ヒットでつなぎ満塁のチャンスを作ります。このチャンスの場面で打席には7番藤沼、ライトへの犠牲フライで1点を返し2対5とします。しかし後続が続かず、ペガサスはジャイアンツ投手陣を打ち崩せず2対5で敗戦となりました。翌日の27日はこの試合の冠スポンサートヨタカローラ高崎様から群馬ダイヤモンドペガサスへ新しいペガサス号の贈呈式が行われ、代表取締役社長滝沢様からの来賓挨拶が行われました。また選手登場ではテラオベアーズの皆さんがキッズスターターと始球式を務めてくれました。試合は先発榊原が初回先頭バッターを三振に取ると、5回までジャイアンツ打線を0点に抑えます。対するペガサス打線はジャイアンツ先発、地元前橋商業出身の井上の好投をなかなか打ち崩せず、先制できずに4回を迎えます。この回から変わったピッチャー、ジャイアンツの太田に対し奥村のツーベースヒットなどでチャンスを作ると、5番布施の先制タイムリーで1点をもぎ取ります。続く茂木新作、藤沼の連続ヒットでさらに1点、2対0とします。6回、榊原が捕まります。この回エラーで先頭バッターが出塁すると、4番亀田のヒットと野手のエラーの間に1点を返されます。その後も犠牲フライ、ヒットで2点を失い逆転、2対3とされます。なおも続くピンチで打席には昨日も3安打の地元桐生第一高校出身北村理央、この打球はレフトスタンドへ、ダメ押しとなるスリーランを浴びます。ペガサスはその後8回までに6人のリリーフを投入しますが、ジャイアンツの猛攻を止められず3対19と大きく差をつけられます。なんとか一矢報いたい9回裏、この回先頭は代打小原、センターへのヒットで出塁すると、国広、新山がチャンスを広げ、打席には5番布施、
ツーベースヒットでまずは2点を返します。その後も四死球でツーアウトからチャンスを作り、この場面で藤沼、小原の連続タイムリー、4点を返しますが反撃もここまで。11対19と手痛い大敗を喫しました。5月28日の試合を終えてペガサスは現在北地区3位、2位新潟とは2ゲーム差となっています。夫のお姉さんが引っ越しをした。いらっしゃい。このソファーも山田で？そう、家電買い替えたから一緒にね。姉ちゃんの昼寝用だな。素敵ですね。こう見えて私料理好きなの。好きと上手は違うけどな。山田は家電を中心に家具、インテリアも。あんなんだけど、これからもよろしくお願いします。はい。暮らしを幸せにする全部山田。私たちホンダカーズ群馬は県内18店舗のネットワーク、お客様の満足と笑顔のために誠意と情熱を持って取り組んでいます。安心のその先へ、お近くのホンダカーズ群馬へ。さあ、ペガサスロッカールーム、今回は背番号8番小原俊太選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、野球やってますっていう話もできたねすいません。今日一応ほら、もう配信放送されるものやから、はい、今日服着ていこうとは思わなかった。ちょっと午前中動いてきてそのまま来ちゃったちょっと早まったじゃないですか。いや、もうトレーニングして。あ、そうです、そうです。あー、はい、いいね。もう休みの日に今日はねインタビューしてるんですけど、はい、それもちゃんとこうトレーニングしながらということですけど、はい、小原選手今おいくつですか？今、まあ、今年で25になる年ですね。お、はい、25歳。はい。おお、ということは大卒3年目ということですか？はい。出身はどちらなんですか？出身は宮城です。お、これも野球どころじゃないですか。そうです ね、 ね、はい、高校は？高校は仙台南高校っていう、お、無名の公立高校。公立高校、はい、俺の進学校かなんかですか？進学校ですね。お、はい、進学校。自称進学校なんで。いやいや、すごい高いわけじゃないんですけど一応進学校です。で、その時からポジションは？ポジションは高校の時はサードとピッチャーをやってました。お、で大学からショートを専門に始めて、お、今もメインはショートなんですけど。なるほど。っていう感じです。じゃあこうどうですか、高校時代から夢って、はい、プロ野球選手って夢はあったんですか？いや、全然なかったですね。なかった、はい、で、じゃあ高校、まあ仙台の高校に行って、はい、大学は何大学ですか？大学は宮城教育大学っていう教育大に入学しました。これ国公立ですか？はい、国公立です。いやー、すごいな。国公立大学に進学にして、はい、でそこで野球やりながら。はい、そうです。だって仙台の方もまあ野球強い大学 ね、 そうですね、東北学院とか東北福祉大とかね、いろいろありますから。仙台大学とか、ね、とかね、はい、で同じリーグなんですか？あ、そうです、同じリーグです。で戦いながら、はい、でショートで。ショートです、はい、で自分の中でどうなんですか？お、教育大学ですから、はい、学校の先生の資格は持ってます、もちろん。え、何の資格持ってんですか？何だと思います、逆に。まあ、ありがちで考えたら体育とか。まあ、そうですよね、そういうと思うんですけど、うん、僕数学の勉強。いえ、まあまあ、まあまあ頭キレキレじゃないですか。言われますけど、でも数学は一番あんまり好きではなかったですね、教科としては。なんだけど、じゃあ中学高校の数学の教員の試験の免許持ってる？はい、持ってます、持ってます。はあ、じゃあ、はい、大学卒業して、はい、あの学校の先生資格取ったんだし、はい、なろうかなって思わなかった？もともと、もちろんその高校の時、大学を進学するって考えた時は、うん、やっぱ先生になろうって思ってましたね、うん、それがちょっと大学2年生ぐらいの時から、はい、このまま先生になっても面白くないし、人として面白くないし、たまたまなんですけど、その2年生の春の年にそのリーグで新人賞みたいなのを取ることができて。すごいじゃないですか、強豪名だたる仙台のリーグの
私学がいっぱいある中で、はい、そうたまたまなんですけど、でもそれを取ることができたのもあって、いやいや、もしかしたら一回諦めてた夢をもう一回追うこともできるんじゃないかと思って、うん、そこら辺からちょっと NPB 行きたいって考えるようになりましたね。はい、だからこんなこと言ったら悪い、もう本当に。ペガサスロッカールームの完全版は公式 YouTube チャンネルペガサスチャンネルでご覧ください。公式戦も同じチャンネルで配信しますので、チャンネル登録お願いします。 YouTube ペガサスチャンネルで公開している DJ ケチャップと素敵な仲間たち、この番組の魅力は何と言っても人、群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー、笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち、群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました、私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。群馬ダイヤモンドペガサス、次回のホームゲームは南地区交流戦、6月6日高崎市城南野球場で開催の神奈川フューチャードリームスとの試合です。さらにペガサスでは6月13日火曜日までに行われる主催ホームゲームでの交流戦を毎日朝ごはんゲームと題し、毎試合ご来場の先着100名様にケロッグオールブランフルーツミックスをプレゼントしています。ぜひ球場へ足をお運びください。また6月10日イオンモール高崎1階セントラルコートで e スポーツ体験会が開催されます。午前と午後、ぷよぷよ e スポーツなどの複数のタイトルを用意して皆様のお越しをお待ちしています。午後1時からは群馬県企業等対抗社会人 e スポーツリーグ群馬リーグのキックオフイベントを開催。東京ヴェルディ e スポーツから日向さん、高木さんを招いて群馬リーグ2年連続決勝リーグ進出の NTT 東日本群馬のお二人とエキシビションマッチを開催します。一般の方も参加できる対戦も開催予定です。ぜひイオンモール高崎で e スポーツを楽しんでください。この番組は山田電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。